いらっしゃいませ。どうも、おおきに。おう、準備はええか。¿No tienes clases, César? お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっつい互角人捕まえてきたで。バチャレ、こんなノエラ。入れたってくれ。なんかもうちょいカピトルかな。あれ、いつもより多いんやないですか。気にしな。あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。西谷のええたちになりそうやな。Tú también, al. 奥で茶でも入れますよ。Está bien, Gil. Tranqui, nomás. Toma agua y. Normal. Oi, 西谷。Oi!こらこらこら。真島君やないか。どないしたん。万引きでもしたんか。お前に会いに来たんや。西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。ああ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でも蹴りつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで。途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。あ、じゃあ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようできたんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。おい。
マコトサラッタンは白いスーツの見たことのない男や。お前の仲間やないんか。そうそう。わしに備えな友達はやろで。おお、俺の人が欲しいよ。せやけど予想はつく。わしでもマジマ君でもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何もんや。まあ、わしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか？誰なんや？あの西谷さん、これ。ああ、そうや。酒買うてきてくれるか？せっかくの来客やん。ええ酒頼むで。わかりました。ちょっと待っとってください。どないなっとんねんここは。わしらみたいな仕事しとるとな、安全なねぐらがよう見つからんのや。ほんともそうちゃうか。あ？せやけど、ここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら備えなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そうやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれまいてやもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしく吐かんと、今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとはじ、ごっつい期待してしまうで、真島くん。この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな。安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな。This guy is, あそこが固まってしまうや。Horny Goku. もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通り、とことんしばき倒したるわ。ゾクゾクするわ。By the way, can I get anything? I can. Heat retention. This could be good. I know, right? Imagine the leg and torso strength. Holy shit. When an enemy breaks through your defenses. No.No. Let me go for this thing. Holy shit, he's a crab.
That's so clumsy. It's gonna go with dog. Sasuga ya. Washi, masu masu Majima-kun ni horete mouta. あんた、ほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えば、ええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたや。最高にええ出会い方やで。なんや、急に真っ当なこと言いよって。ほな、聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ、真島君、佐川のおっさんを裏切ってわしと組まへんか。ああ、真琴ちゃんを狙う第三の勢力は日教連中集団や。日教連？東城会の直系組織や。東城会直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。そりゃそうや。表向きには東城会の大門を掲げとらん裏の組織や。誠ちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁世良勝や。世良マサル？数日前にセラが日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東城会の勢力が二つも誠狙っとんの？二つ？俺に誠を殺すように命令出したんは島野の親父。島野っちゅうと東城会の島野か。なあ、セラも島野も東城会や。ほんなら東城会ついでや、わしも教えたる。あ？わしの雇い主は堂島組の渋沢っちゅう若頭補佐や。堂島組？せや、これまた東城会の直系や。セラの日教連、お前に命令下した島野組、ほんで堂島組、三つ全部登場会や。一体どういうことや。なんでやろな。ま、登場会の内輪揉めなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れとる場所は分かっとんのか。ちゃんと調べ上げとるで。
どこや。知ってどないする気や。まこと取り返しに行くに決まっとるや。無理や。あ？真島君が強いはようわかった。せやけど、一人でどないかなるほど甘ないで、日記俺は。何やと？登場界の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながら、アメリカの CIA、ソ連の KGB 言うたところやな。せやけど、わしと真島君が組めば、勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上、誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもじゃあ殺しやなくて柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を恨みってわしと組めば、とりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたら、そのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど、誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園？まあ、いや、こっち住んどって椿園も行ったことないんか。脇あって蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。でなんや、その椿園っちゅうの。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天やって店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街？ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や、日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おい、おまるさん、出してチェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。わ、勝手に出るで。He's got the magic touch. Oh. Oh.お茶？逃げや。西谷。なやねんな。お茶！お前。
リリケンさんには用してもろたんですがね、娘が大学行きたいなんて言うもんでして、ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。こら、あかん感じやないかい。にしたな。昔、おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあ、おっちゃん。マジマ君、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ、思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。なら後先考えんと自分の道前に進めや。何言うとるんや。さっさとくたばらんかい。まこと地女生かした責任きっちり取っとらんかい。行けや、マジマ。許してくれ。頼む。Jesus, man.お疲れ、マジマちゃん。そうよ、はあ、ちょっとの間蒼天堀からお前の姿が消えたって報告があってな、心配したんだぜ。てっきり誰かに殺されて川に沈められたんじゃねえかってな。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ、檻なんだよ檻。ホテルでさえ出かけるときにはフロントに一声かかるよな。檻の中のお前が何黙って出てんだよ。なあなあ。でよ、
そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ。もちろんあんたに報告しに行くとくや。だよな、よかった。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。で、西谷に会ったってことは聞き出せたんだよな、牧村誠の居場所。ああ、せやけど誠を奪っていった白いスーツの男は西谷とは関係あらへんかった。誠を奪ったのは日教連のセラっちゅうやつや。日教連、大門は隠しとるな、東条会の直系組織。東条会、島野の兄弟と同じ。西谷を雇ったのも東条会や、道島組の人間やった。じゃあ東条会の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや、西谷相手に上出来だな。やつからここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え、どんなことしたんだ。いろいろや。うん、で東条会からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ。椿園の中の弁天やってる予定や。そこに日教連がアジト構えとるらしい。椿園ね。日教連って連中も目の付けどころがオツじゃないの。どういう意味や。そりゃお前、牧村誠みてえな女の子が泣いて歩いてても違和感ねえからな、椿園は。あ、行ってみりゃ分かるって。それじゃあ早速行くとするか。ね、なんや、あんたも行くんか。犬を一人で散歩に行かせる飼い主がいるか。いねえだろ。お前が蒼天堀から出るときは俺も一緒なの。分かった。どう。それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。半端な家具。ちょっと待ってくれ。日教連のアジトに。どうした。臆病風に。Okay, we gotta go ready. Get ready. Let me do some. Oh, I can't go to the disco club now. But I'll do that. Just a sec. Just on chauza. Nan nai ya.
going here. Oh, so I can go in now. That's cool. いらっしゃいませ。There's a new song. Oh, I guess there's no new songs. This sucks. Sate, 盛り上がっていこうか。Is there even any point to going to the disco with Majima? Doesn't seem like it. I don't see any new shit, any quest. I'll be leaving now, or maybe I should get a drink. いらっしゃいませ。No. ありがとうございます。She called me handsome?Now I want to go to... Where's my place? This is the Venus or whatever the thing is. Can I not go there right now? Is it blue?Oh yeah, the sunshine. There you go. Let's do one minigame and then we'll do a story. Just for good balance. Yep.
I mean, I just want to get the club makeover. I don't really care. Well, whatever. いらっしゃいませ。どうもどうも。
ようこそ。どうぞこちらへ。盛り上がってる。かわいい。ふざけんなよ。サービスいたしますので。Holy shit. What the fuck?ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございました。かわいいね。嬉しいです。盛り上がってきた。盛り上がりましょう。面白いね君。ありがとうございます。ようこそ。また来たぜ。ふざけんなよ。すいません。申し訳ございません。お願いします。サンシャインへようこそ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。かわいいな。いらっしゃい。盛り上がるな。どうぞこちら。アイス交換いたします。 I think that was an ashtray. Fuck. お待たせしました。かわいいね。かわいい。ありがとうございます。フィーバーするで。最高や。いらっしゃいませ。お願いします。かわいい。嬉しい。レディースグラス。めっちゃ嬉しい。いらっしゃいませ。いいちゃんだな。嬉しい。ありがとうございます。最高や。ありがとうございます。ようこそ参加。また来たよ。嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。お願いします。ご延長はいかがでしょうか。ありがとうございました。お願いします。レディースグラス。ありがとう野島さん。ようこそ三歳ごゆっくり。嬉しいです。ありがとうございます。大きいね。アイス交換いたします。ちょっと this guy's Andy. He's pissed. いらっしゃいませ。いいね。お願いします。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょうか。こちらになります。ありがとうございます。盛り上がってきた。大きいね。最高や。お願いします。ありがとうございました。フィーバーするで。Is now, old man. Oh, I made barely any profit. Holy shit. Well, I guess that's a bunch of level ups. ありがとうございました。何やって？え？あ？はい。So I could go to Club Mars. Yeah, might as well do that. I'm here.
はい。I bet they, these guys have money. Only OP because you can hit people in the ground and stun lock them. Let's go story. じゃあさ、まだ準備できないの？それじゃあ椿園に行くぞ。連中も警戒してるはずだ。半端な覚悟じゃ帰り討ちに遭うかもしれねえ。準備、Let me check my medicine. I have plenty. Let's go. Probably all shit. それじゃ椿園に行くぞ。Okay. 大丈夫や。はん。やる気じゃねえ。よし、出発だ。
勉強させてもらいますよ。悪いな、ばあさん。俺たちはお目当ての子がいるんだ。拙者やな。どこ行きはんの？あそこだ。弁天屋。あそこに誠が。西谷の話が正しければそういうことになるな。待っとれよ、誠。どっちから行く？まどろっこしいのはよそうぜ。俺は左、真島ちゃんは右、二手に分かれて女探すぞ。佐川藩一人で大丈夫なんか？心配すんなよ。見つけたら容赦なく殺すだけだろ。日教連だろうが世良だろうが牧村誠だろうが。せいぜい玉切れにならんようにな。真島五郎さんですね。せやったらなんやねん。世良の親父はあなたを殺さずにことを収めたいと思っています。東条会の情けをかけられてるうちにこの件から身を引いてください。大門隠してこそこそうろつくような男に情けかけられる覚えなんかないで。聞く耳を持ってください。これ以上奥へ進もうとすれば生きて返すことはできません。ほう、そりゃよっぽど大事なもんを奥に隠しとるんやな。ますます行くしかないやろ。どうしても引く気はないってことでいいんですね？当たり前やろが。くどくど言っとるんで、誠返すか俺に殴られるか決めんかい。どちらもお断りします。手加減は無用だ。日教連の恐ろしさを身をもって知らせてやれ。Get so many hits off with the fucking bat. Because I'm lacking this. Third hit action.
Sure. How about Thug? Ah, yeah, that's more like it. It's the exact same damage. Sit down. Ah. What the fuck? Jesus Christ.
guys are so many. Fucking overwhelming. Yeah!
What did I get hit by? Oh, this guy. You play Sekiro now? It's a fucking fan head. Yeah, I guess I am playing Sekiro. セラ日教連を相手にここまでたどり着くとはさすが島の組で鳴らした男だ。誠は牧村誠はどこや。彼女は先ほどある人間に託されここを出た。な何やって。ある人間って誰やねん。そう焦るな。それは花からお前に伝えるつもりだ。信用しろ。俺はお前の敵じゃない。せやったら組員を襲わせたのはなんで。手荒な真似をして悪かった。しかしお前の覚悟を知っておきたくてな。覚悟やと。知っての通り日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。それが真島、お前の存在だ。3年前、忽然と島の組から消えた組員がなぜ今蒼天堀にいるのか、そしてなぜ牧村誠に関わっているのか。近江連合の佐川に弱みを握られてお前が動いたことは想像がついた。だがここからがわからない。なぜ佐川を裏切って牧村誠を助けようとしたのか。彼女の価値を知ってそれを独占しようとしたのか。俺は誠の価値なんか。そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた。あの女に惚れたってことが。まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。そうカッカするな。何であれ彼女を助けたい一心なのは分かった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東条界の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。随分物騒なやり方やの。で、
確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね、結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ、やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。I wanted to take a fucking piss thinking that it was gonna take like, I don't know, a bit more. Supposed to be using Breaker then. どうや、満足か。You're not fine. お前の牧村誠への覚悟は痛いほど伝わった。ほな、さっさと言え。誠は誰の手に渡ってんや。不動産会社の人間だ。不動産会社？なんで不動産屋が？本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたんだ。その一坪で10億と言われる空の一坪のな。一坪10億？そんな土地どこにあるんや。お前のよく知った町だ、カムロ町。誠はカムロ町に連れてかれたんか。
ああ。今、空の一壺を誰が手に入れるかで、登場界が大きく揺れている。土地の10億なんてな目先の金に過ぎない。空の一壺は、カムロ町の再開発に絡んで、莫大な金と権力をもたらす鍵なんだ。それで極道が非力な女から力ずくで土地取り上げようとしてるっちゅうことが、ちょっと留守にしてる間に登場会も落ちた。 Wait, I missed it. How did they explain that? 信用してくれ。 She was the owner? 俺は決して彼女に危害を加えていない。お前がそうやったとしても他の連中が誠を奪いに来るやろ。現に車ごと爆破される寸前やったんやで。せやのに不動産屋に渡してやと、誠を奪ってくれ言うてるようなもんやないか。普通の不動産屋とはわけが違う。彼らの手に守られているうちは安全だ。不動産屋ごときに誠が守れるわけないやろうが。その不動産屋の名前と行き先を教えんかい。教えてどうする。カムロ町へ行くに決まっとるやろ。それがますます彼女の命を危険にさらすことになるとしてもか。どういうことや。カムロ町に向かうのはお前一人じゃ済まないだろう。佐川か。やつは必ず牧村誠を殺そうとするだろう。Oh, okay. お前がカムロ町に来るということは危険を持ち込むことになるんだ。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。 Real estate nerds? Oh, did we take Makoto? With Kiryu? な、何や。もしも俺を信用できないんなら、その銃で俺を撃ち殺せ。不動産屋の名刺は胸のポケットに入ってる。下から取って持ってけ。 Oh, come on, man. I missed like 1 minute of dialogue. Apparently it was to this point. あとはお前が俺を信用するかどうかだ。I don't get it. Why would you even aim? This guy's clearly legit. Kamurocho de Makoto ni kasuri kizu hitotsu owasetara shochi seihen zo. Inochi gake de mamoru. Omae wa Sōtenbori ni todomari, Sagawa o. No. No.この泥棒猫が。ナイス連携プレーだぜ、真面目ちゃん。俺に打たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。いつかは。This piece of shit should die longer。牧村誠を託された不動産屋って。ほら、喜べよ。知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。There you go。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな、真島ちゃん。あ？蒼天堀の檻からお前を出してやるって言ってんだよ。行きたいだろ、カムロ町。ええんか。だってよ、カムロ町行って牧村誠を探すしかねえじゃねえか。こうなれよ、地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ、俺とお前でな。Achievement unlocked. A familiar name. Yeah, that's one way to put it. 堂島組幹部、阿波野の包囲網は
ついに桐生をカムロ町に追い詰めるが、橘の決死の覚悟が堂島組の一瞬の隙をついた。やがて殻の一つぼをめぐる熾烈な争奪戦は、ついに東日本の裏社会を牛耳る東条会本家をも巻き込んでいく。目まぐるしく書き換わる極道たちの勢力図が新たな局面を迎える中、桐生は事件の鍵となる殻の一壺の所有者の名を明かされた。その人物の名は牧村誠。蒼天堀にいるという彼女をカムロ町に無事連れ出すことが、桐生や立花にとって堂島組に対抗しうる唯一の手段だった。Crime and punishment。 こいつか。 That's cool。 牧村誠を託された不動産屋って、ほら喜べよ、知りたかったんだろ。立花不動産、桐生一馬。It's gonna be like a few hours before. I'm just gonna pick up right where we left. Yeah, figured as much. どうも落ち着かねえな。前に俺がいた頃の蒼天堀とはどこか違う、似て非なるものって感じか。あんた蒼天堀にいたことが。カムロ町に来る前は俺も立花社長もこの町にいた。ほんの1年半くらい前のことだ。その頃の俺らはマフィアと名乗っちゃいたけど、ほんの 4,5 人の所帯でね。ただ社長はその頃から近江のヤクザにさえ一目置かれてた。で、俺は社長の腰巾着だったわけ。立花が腕なくしたのはその頃の話か。まあね。当時組んでた奴が今小福町にしてちょっといかがわしいビデオショップやっててな。キャルって名前の店だ。お前先に一人でそこに行っててくれるか。話は全部通ってる。俺はその前にちょっと寄るとこがあるんだね。寄るとこ。この町の今の様子を知っておきたい。蒼天堀で動いてたうちの人間と情報交換してくれ。渋沢組と近江連合の動きも少しはわかるかもな。そうか。お前にはビデオ屋でセラって男からの電話を受けてほしいんだ。そいつが今例の牧村誠をかくまっててね。電話で彼女を引き渡す段取りを伝えてくれ。セラってのも立花不動産のもんか。いや、東条会の人間だ。日教連って組織のな。日教連、聞いたことねえな。俺もよくは知らねえが、そのセラって男は風間の親分さんと通じているらしい。うちの社長が掴んだ情報をもとに蒼天堀で牧村誠の行方を探してたんだ。なるほどな。で、要するにあんたが街をぶらついてる間、俺は電話番ってわけか。そういうこと。じゃまた後でな。So strange.
フを置いて消え去るぜ。やんのか。What the fuck happened here? Oh, right. Bad. Can I go to the Venus? Or whatever the fuck the name is? Go to the warehouse. じゃ強すぎんで。今日どないする？Get quick change clothes.
fucking hate this ad. No, whatever. Kyle videos. いらっしゃいませ。ん？初めてのお客さん。うちは A もん揃ってますよ。どんな趣味嗜好でも絶対お好みのが見つかりますわ。まあベータか VHS かだけは気をつけてくださいね。俺は立花不動産のもんだ。小田から話が言ってるはずだが。なんや。そんじゃあんたが桐生さん。はあ、ほなちょっと待ってな、奥に部屋あるから。うん、特別なお客にはここ、中に電話もあるで。セラいう人からの電話がそこにかかってくる。ここはあんたの趣味の部屋ってことか。立花さんもお気に入りやった。この部屋作る金全部出してくれたしな。まあくつろいで。ほんで立花さん元気しとる？ああ、まあな。人工透析でしんどいんやろ。蒼天堀いる頃はまだ透析やってなかったんやけどね。あんた立花とは長いのか？どっちか言うと小田さんとの方が長いな。僕は小田さんともう二人くらいでケチなグレンタイやっとった。そこに二年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。きっかけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。喧嘩で負けたことない小田さんかて子供扱いやったで。今の立花からは想像つかねえな。まだあの人が片腕なくす前の話や。せやけど立花さんにボコボコにされて意外やったのは小田さんの反応やった。ん？立花さんの器量にぞっこん惚れ込んでしまいに自分たちの頭になってくれってな。まあ貫禄のさや。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。何のことだ？聞いてない？立花さんは中国残留孤児の二世やで。中国残留孤児？立花さんのお母さんは日本人やった。中国で生まれてすぐまだ赤ん坊の頃に戦争の大混乱で親と離れ離れになって旧満州に取り残されてな。中国人農家に拾われて年頃になるとそこの子供と結婚させられたらしい。立花さんはその間に生まれたんや。立花さん日本人の子や言うて周りからえらいいじめられたそうや。戦争のことで中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やった。けどその土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で立花さんも自然とガキん頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田。よう、店はほったらかしか？客が困ってたぞ。あれほんま？ほなごめんな、ごゆっくり。
あいつ、話長かったろ。ああ。あんたらの話を聞かされてた。もしかして、俺が社長に惚れ込んでたとかって話か？話半分に聞いとけよ。それよりあんたの方は、案外戻りが早かったな。ああ。でも面白い話が聞けたよ。何日か前、牧村誠の死体ってのが蒼天堀に浮かんだらしい。何？本人は生きてんだからもちろん別人だ。他にも何件かドンバチあったらしい。要するに近江だか渋沢組だかがいろいろ動いてるってこと。で、そいつらは今も牧村誠を狙ってる。ま、愚痴っててもしょうがねえ。電話番号ある。飯でも食ってきたらどうだ。え？いい大人が二人して電話番することねえよ。それもそうだな。Be right back. Okay. Where am I going? Where am I going? I'm waiting for a phone call. So just fuck around, I think. But I don't have cell phones. いらっしゃいませ。死にか。後悔するなI'm gonna go to the hospital.
What about the weapon shop? Can I go there? Ramen. Yeah, there you go. Weapon and armor shop. You should go visit that. Who's this guy? Bento lunch. Oh, money. Fuck. いらっしゃいませ。ありがとうございました。I don't know where to burn some time. Guess karaoke? Can I use the dog? You punch them with the dog? Where can I go? Dancing? I don't want to go dancing. I did that already. Darts. Arcade. I don't want to do this. Fuck me. There's not much to do around here. And this place is closed off too.
I don't know, let's go play pool, I guess. Can't be that bad. Puzzle pool. Fuck no. Oh, can I skip? No, I don't want to quit the game. No, my money. Cocksucker. Come the fuck on. That was such a good shot. Based. Do both? Holy shit. Alright, that's rough. I missed all. Thank you.
Wait, no. Okay.小田さんやったら。そうか。あ、ちょっと待ち、今から大事な交渉事なんやろ。あんたもう準備はええんか。準備、せや、どないな仕事かは知らへんけど、きっと最近町で起きてる極道絡みの事件と関係あるんとちゃうか。それは俺の口からは言えないな。とにかくあの立花さんが関係しとることや、平穏無事で済むはずがない。何が起きても不思議やないっちゅうことや。なるほど。せやろ。ほな悪いことは言わん。準備は今のうちにしっかりしとけ。 I don't really have anything to do here though.Unless there's a side quest or anything, but I don't really care. Just. それが。It's this guy here. Oda さんやったら、さっきの。大丈夫だ。準備は。そうか。ほな入り。来たな桐生。ああ、世良から電話があったんだな。そういうこと。牧村誠の引き渡しは椿園の弁天屋って料亭でやることになった。椿園の弁天屋。ああ、そこの座敷でこれから世良と会う。周りに異常がなければその場で牧村誠を渡される。これからすぐか。嫌にバタついてるな。町中女を狙う連中で溢れてんだ。そんなお行儀よくことは進まねえよ。牧村誠は自分が殻の一つを相続してたことを世良に聞かされて初めて知ったらしい。土地の元の持ち主だったじいさんが2年くらい前に死んでんだが、その時には誠はもう家出してた。家出？ああ、それで誰にも居場所が長いことつかめなかったんだ。しかもその後何があったのか、彼女は目が見えなくなった。そんな不幸続きの中、相続することになった一坪10億。神様がかわいそうな子に手を差し伸べたってことか。
そこら中からヤクザに狙われるっておまけつきだがな。彼女が神様に感謝してるか聞いてみるといい。いや、聞くまでもね。彼女もここ何日かずっとヤクザに詰められてたらしい。周りで死人も出てるってよ。何にしても土地に執着もねえし、さっさと手放したいそうだ。そうか。よし、それじゃいいか。女連れ出す段取りはこうだ。まずお前が弁天屋の中で女を受け取る。俺はその間外で店に出入りする客のチェックだ。で、弁天屋を出たらまず京都まで行く。そこから先は新幹線だ。新大阪から乗るのは危ねえってことか。一応の用心だ。近くの駅は渋沢や近江の連中に見張られてる可能性がある。ああ。なあ桐生君、お前はこの時のために立花不動産に入ったようなもんだ。いよいよしっかり働いてもらうぜ。何が起きても牧村誠を守りきれ。殻の一坪さえ手に入りゃ風間の親分さんを守る道も見える。ここが椿園。あんまりキョロキョロすんな。いいか、俺はここで怪しい奴が店に入ってこねえか見てる。わかってる。また後でな。立花不動産の桐生さんです。日教連の世良だ。座ってくれ。立花不動産の桐生です。前から風間さんに聞いてた。それにお前の今の状況も全部承知してる。ただ今世間話の時間じゃない。こちらが牧村さんだ。立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。もう一人、織田という者と私で神室町までご一緒します。護衛ってことですよね。ええ。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。お察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。ずっとお世話になっていた人が。お金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させて。お願い。わかりました。立花さんによろしくな、桐生。ええ。失礼します。それじゃ。急げよ、おい。早く来い。え、今の声。どうかしましたか。何してんだ、早く乗れって。行きましょう、牧村さん。はい。
Oh no. It smells like bed rat in here. どうした？いや、わからね。申し遅れました。キリュウの同僚で踊っています。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。キリュウ、右車線、後ろの車。うん。少し前からずっと同じ距離でついてきてる。スピード上げてきた。渋沢。何？気づかれてた。おい、飛ばせ。はい。何が起きてるの？マジかよ。キル、これすぐ。お前、なんでこんなもん。言ってる場合じゃねえだろ。さっさと落ちまくれ。So some reaction is into the heat, my gosh. This guy's got so much HP, holy shit.
body armor or something? Oh my god. Fucking rocket? Oh, come on, every time. Shoot a rocket. Holy shit. Fourth hidden style gun. しばらくここに隠れる。気づいてたんだ。落ち着けよ、だ彼女が不安がある。うぜ、それが何だ。私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。何やってんだお前。下の様子を見てくる。悪かった。あんた、怪我してないか？痛むところは。桐生さんでしたよね。ああ。織田さんのことで聞いてもらいたいことがあります。何？私は多分、あの人を知っています。え？やっぱ、気づいてたんだ。織田、動くな、桐生。動くなっつってんだ。何してんだお前。悪いけど、俺はこの女を立花社長に会わせるわけにはいかねえんだ。なんだと。だからお前らには死んでもらうしかねえ。
大丈夫か、牧村さん。その杖は？セラさんから万一の護身用にって。でも立花不動産の人に使うことになるなんて。どういうことなんだ、オダ。なんで裏切った？あんたは立花の兄弟分じゃなかったのか？キリュウさん、その人の左腕、入れ墨が入ってませんか？コウモリの。オダ、その声聞いた時に、もしかしたらって。何なんだ一体。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。何？どういうことだ？言葉通りの意味だ。その女にしてみりゃ俺は殺しても殺したりねえってやつだろうさ。だから俺ら二人とも殺すってのか？立花と彼女を合わせられねえってのは何だ？意味が分からねえ、オーダー。どういうことなんだ？一から説明しろ、オーダー。分かったよ、話す。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。俺が大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。それ以来この町で金になることなら何でもしてた。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。それが立花とどう関わってる？俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。差がありすぎて敗北感さえなかったよ。そしてその力が底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。プライドもクソもねえ。あの人を見越しに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だがよ、そう思った矢先だ。俺は立花さんと一緒にあのことを知っちまったんだ。テレビで中国残留孤児の特集番組がやってて、そこに何年か前の古いニュース映像が流れた。日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。その子の姿見てすぐに思い出した。俺が最近
韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。年頃も合う。それだけなら笑って済ませるとこだ。でもよ、母さん、シャオチョ、信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は、俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。What? マキムラ誠か、立花の妹。本当なんですか、その話。この子に及んで嘘はつかねえさ。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも、立花さんは俺のしたことを許しはしねえだろ。なら俺がやれることは二つに一つ。破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、もう一つ、あんたの存在をなかったことにするか。それがお前が大阪についてきた本当の理由か。ああ、俺の他に誰も俺がその女を殺す動機を知らない。シムサークルの顔未連合に殺されたといや、俺が疑われることはね。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。こっから上に上がれるぞ。渋沢組だ。クソ。小田さん、立てますか。いやな、どうぞ。早く逃げないと。あんた。Oh, wait, it does. All right, be right back. All right. Wait, no, don't skip. まだ俺と一緒に逃げる気か。どこまでおめでたいんだよ。キリュウ、銃くれねえか。
俺が奴らを押し止めする。何？俺はこの怪我だ。どうせ死ぬなら橘さんの役に立って死にて。オーダー、虫のいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。俺は本当に。Christ, the one's just dying. 橘さんが好きだったって伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。かもな。キリュウさん、小田さんは？頼む。今は何も言うな。ありがとうよ。あんたは俺が守る。必ずだ。はい。女渡せや、キリュウ。どうせてめえはここで終わりだ。
覚悟はいいどこだ。わかりませんよ。もう橘を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。くれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったのはお前もだ。何もしねえから安心してくれ。目立たねえとこに泊まりたかっただけだ。分かってます。兄は今どんな人ですか？普段はえらく冷静な感じだ。それに頭が切れてめったに感情を出さない。そう、私の知ってる兄とはだいぶ違うみたい。あんたはいつからあいつに会ってないんだ？10年前。私は10歳で兄もまだ15だった。なのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に、大阪に行くつもりとまでは聞いてた。そっか、だからあんたは蒼天堀にいたのか。橘を探すために。うん、2年前東京から家出して蒼天堀で、私中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。小田か。あの人は私の探している兄に心当たりがあると言ってた。ついて行っちゃったの。けどさっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。本当バカみたい私。それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄が
どんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんか、ああ、ひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってる奴なんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。私、カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、キリュウさん。ああ、Christ. I'll probably stop right here. I need to find a safe spot. Oi, you go. Oh, Nanda Kiryu-san. Anta mada ikite ta no. Oh?おいおい、べっぴんさんだけど、あんたこんなとこに女連れかよ。悪いが他に行くとこがね。また少しの間かくまってくれ。しょうがねえな。
本当にむさ苦しいところですが、特に匂いとか。大丈夫です。すみません。いや、謝ることはないけどさ。なあ桐生さん、やっぱりこんなとこに若い子を置いとくってのはちょっとな。分かってる。私の兄が迎えに来るまでお願いします。お兄さん？ああ、ただ電話しても繋がらねえんだ。だから俺が直接そいつのところに行ってくる。それまでの間彼女を頼む。お兄さんってどこにいるんだよ？アジア街にいるはずだ。なんだ、カムロ町の中か。何日も預からなきゃいけないのかと思った。でもアジア街ならこの子を連れて一緒に行けばいいじゃない。堂島組に狙われてる。今は俺じゃなくて彼女の方がだ。安全か分からないうちはアジア街にも連れて行けねえ。堂島組に狙われてるって、この子が？なんで？あんたは知らねえ方がいい。そっか。まあ、あんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある。わかったよ、引き受けた。Okay. Find a safe spot and I'm gone. Okay. For now, that's it. Tomorrow I can't. Maybe I can stream on Thursday. Most likely the weekend. Alright. Bye bye, Kyo.